青と白が並んでてね、嬉しかった。どんあんだれさん、こんばんは。ゆうじさん、ご時間とありがとう。たけとまちゃんさん、しんさん、初見ありがとうございます。もひかないなささん、こんばんは。ひらりんはっとさん、音符ありがとう。さとしさん、こんばんは。 DMM で見てた、ありがとう。終わりました。今日も確かにめっちゃ最初ぐらいに気づいたよ。そう、2人ともね、めっちゃ最初らへんに気づいた。1曲目か2曲目ぐらいの時にはもう気づいてた。とんちゃんさん、けんじさん、こんばんは。あ、もう、あ、間違えた。ゆっきーさん、バラありがとう。バラありがとう。ゆっきーさん、小判もありがとう。2月2日もあるのでね、よろしくお願いしますね。来月も、お、待ってます。あの、もうすぐよね、今日21だけ。そう、すぐ来ますね。ね、イケてるよって言ったら愛子人言われてさ、全然そんなつもりじゃなかったのに。ね、みんな平日なのにありがとうございます、来てくださって。松津さん、ちょうちゃんさん、こんばんは。島次郎さん、ハート100個ありがとうございます。コンタカさん、クロウさん、こんばんは。やっほう。そう、指ハートいっぱいした。見える、やっぱ目いいから見えます。スーさん、マスオさん、こんばんは。いいコンビだった。コンタカさん、バラありがとう。ハローさん、ダルマもありがとう。くマヒカナイナスさん、50カウントありがとう。え、そう、めちゃめちゃね、見えますんでね。今日最前でみたいでね、スーさん見つけました。指さしたの気づいた。再販もう少し、え、嬉しい、待ってます。もう引かないの、そうさん。ゆずてさん、ご受験ありがとう。みんな再販もぜひぜひ待っておりますね。ダンスの、え、本当嬉しいな。スマホ変えたのはビギナー、あ、スマホ変えたんですか。何にしたんですか。一緒かな。ほーっとしたよ。そう、指さしましたよ。いや、マジでね、超早着替えしたよ。マスオさん、50カウントありがとう。めっちゃね、急いだ。一番着替えで急いだのはね、あの、ここですね。ミステリーランをやっている間に T シャツとスカートに着替えて、イヤホン、あの、イヤホンじゃない、ヘッドセットに変えなきゃいけないところが、新幹線の中で見てます。
さとちゃんさん、フラペチーノさん、こんばんは。イヤホン忘れましたって、おうの。見えてますか。私、安部さん、タイラ、50キャン、ありがとう。嬉しいな、素晴らしいです。今日はいっぱいねもらって帰ってきました、食べ物を。ちょっと今食べないんですけども、食べたいという気持ちがあるんですけど、今日は炭酸があって、その炭酸を飲むために最後まで頑張って、その間はずっと水飲んでたんですけれども、それまではずっとね、あのそれ終わったらこれを飲みました。クオーって飲んで、ポーってなって、もうめっちゃね、あのね、最高だった。公演終わりの炭酸、公演終わりの炭酸、やっぱこれはちょっとね飲むしかないと思って飲みました。あとカニカマ、アバター戻しましたってね、松津さんアバター。あとこれも、あとこれも、あとこれももらって帰った。あと昆布はさっきもう食べた。めちゃね、そう、アルマカさん、原田さん、エネジロケさん、こんばんは。ねえ、お話しかね、ミストペンライトだった。そう、あ、文字書いてあるっていうのが分かった、ありがとう。マッチュル、マッチュルリンさん、クキーコさん、こんばんは。そう、持って帰ったんですよ。そう、五臓六腑に染み渡るです。そう、五臓六腑をしようと、なんかね、途中でね、着替えて水を飲むときに、なんか水をね飲まずに、もうあ、やばい、もう疲れた、あ、もう何、体力的にちょっと一回炭酸飲んでもう一回出ようかなと思ったんですよ。何の割だったっけあれ、ティーチャーティーチャーとかビギナーとか、もうそこら辺 の体力いる系ブロックが終わった後に、でその後 MC 終わってはけた後に着替えおる時にね、飲もうとしたんですよ炭酸を。でもやめて、やっぱり全部が終わった後に飲もうと思って炭酸を、だからやめたんですよ。終わった後すぐに炭酸へ走りに行きました。なんて読むんだろう、なんて読むんだろう、なんて読むんだろう。初見の方ありがとうございます、こんばんは。田ひろみさん、奈良選手さん、こんばんは。炭酸、お水、そう、お水があって、お水をずっと飲んでました。トッシーベビースターマンさん、こんばんは。ガッチさんもこんばんは。そう、炭酸、美味しい炭酸って、公園地の炭酸はね、ちょっとね、あのね、多分ユラ的には飲んだこともあるけど、なんかちょっとあの、なんて言うんですかね、しゃっくりが出そうになるのでダメですね。ナッカーさん、アヒルさん、のアニさん、こんばんは。ガチさん、お疲れ、ありがとう。初見ナナさんかな、あ、ナナさんって読むんだ。ナナさん、ありがとうございます。むっちゃんさんが受験、ありがとう。そう、ダメでしょ、しゃっくりやばくない、しゃっくりで枯葉のステーションとか歌ったらやばいだろ。ナ
ので。瀬戸内のサイダー、そんなのがあるんですか。そう、えってなっちゃう。ゆらちゃんしゃっくりってなっちゃうから、スタートに飲めましたよ。恋をするのはいけないことか、わかっていたの。ビー玉が入ってるやつ、え、普通のじゃなくて、普通のあれじゃなくて、炭酸じゃなくて、そのラムネみたいな。ツナサラダさん、くぼちさん、こんばんは。どこがいいんだろう、これ。ここ？ここでもいいか。ちょっと暗いですか。チョウチョウさんお疲れありがとう。ストーチ、ハチミツレモンさん、美味しそう、美味しそうな。調子がホットケーキでも大丈夫ですか。めっちゃいい、嬉しい。今日は家ですぐ寝られる。すぐに寝られそう。あ、いつもゆらが遅いから。そう、寝れますね今日は。いっぱい寝ます。パッチョさんこんばんは。しおねちゃんおめでとう。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーリアしおねちゃん、ハッピーバースデートゥーユー。イエイイエイイエイ、おめでとう。何歳だろう、わからんけど、いい一年にしてください。パチパチ。クワトロライブ初めてやった。そう、ひらひろさんありがとう。やーくんさん初見ありがとう。チキンカツ卵とじ丼ぶり、え、おいしそう。もうゆら本当に炭水化物大好き。どうしよう。ほんまにね、本当に本当に好きだね。誕生日っていいよね。
最近よく寝られてる？いけやん、最近あんま寝てないね。なんか睡眠時間が短いね。でも今日はいっぱい寝ます。いっぱい寝れるんでいっぱい寝ます。今日マジでいっぱい寝れる、嬉しい。寝ます。生姜焼きラーメンセット、そんなのある。あ、ハーズさんも見つけたよ、ありがとう。一話も持ってくれとったよね。合ってるよね、合ってる。うちは持ってくれたの見えたんやけど。公園から来たくなる。え、ひょうさん来てくれてたの？マジ？どこだろう、どこにいたんだろう。公園奏曲ほかに歌いたい。あるあるあるよ、ありますせ。いつかやりたいね、他の曲も。え、やりたいのはある。神手割りに行った。え、そうなんだ、ありがとう。カイさんこんばんは。あ、見えた見えた、書いてくれてるの見えたよ、文字。ありがとう、見えた見えた。やっぱあれが原田さんだ。めっちゃ眠たい、待って、ほんまに眠いんやけど。配信前にさ寝てたんですよね、5分ぐらい。マジで眠たいぜ、今日やばい、ほんまに眠たい。睡眠は取ろう。みんないつも睡眠時間何時間取ってるの？何時間？でも逆に睡眠取りすぎたら体がねだるくなっちゃってね、あれだからね、ちょっとやっぱ言うて朝はそんな遅くは起きないようにする。体がだるくなっちゃうから。ハローさん、だるまありがとう。あと3週間ぐらい。そうなんですよ。何時間寝る、みんな。え、マジで？3本の矢のサポーターさんありがとう、来てくださって。そう、車とかね、電車とか新幹線ちょっと揺れるからマジで眠いよね。7時間、6時間、5時間、6時間、7時間、8時間、8時間、5時間、それぐらいか。そう、寝すぎは良くないってね、言うよね。6時間、7時間、6時間、6時間、4、5時間。そうだね。むちゃんさん、タコありがとう。え、そうなんよ。わかるわかる、まとめて寝たい時もあるっていうのめっちゃわかるよ。なんかあんま寝れてない時に、日が続いた後にもうめっちゃ爆睡するっていうのもあるけど、え、どうしよう、迷う迷う。トンモさんありがとう、こんばんは。お昼20分眠りたい、めっちゃわかる。6時には必ず目が覚める、いいな、羨ましい。いやはね、最近ね早起きせんといけん日があって、メールにも送ったんやけど、それで早起きせんといけん日にどうしても起きれんかったら怖いけん、あのいとこに電話で起こしてって言って、そう
起こしてもらったんですよ、前日にお願いしてね。そしたら本当に朝電話かけてきてくれて感謝感謝感謝。私は今日はどうしましょうかな。私の予定的には12時か1時に寝て8時に起きる。8時に起きようかな。最近ね、なんで目覚ましかけないのってかけてないと思うじゃん。かけてるんだよ。かけてるのに起きれないんだよ。いとこだけど家族、本当にそうなんですよ。もうちっちゃい頃から一緒にいるから、なんか多分珍しいと思うんですよね。なんかいとこなんですけど、本当にめっちゃちっちゃい頃からずっともう毎日のように一緒にいるからね。本当にそうですね。お肌のためには22時から26時2時か。スヌーズもしてますせ。なのに起きれないんですせ。もうダメだね。天狗りくいちゃんさん、キモブーさん、やっほー、こんばんは。8時遅い。天狗りくいちゃんさん、梅の花ありがとう。大音量の目覚まし、もう嫌になる、もう嫌になる。もう起きること本当に無理で、最近なんかね、もう本当にね、最近は結構リアルに家出る15分前とか10分前に起きてます。本当にガチです。本当にガチでそうしてます。もうガチ、これは本当に本当に10分前ぐらいに起きてる。だってね、起きれないんだよ。無理なんだよ。ゆらのモーニングルーティーンは起きた瞬間に着替えて、あのもう一回こうやってなって、眠たーってなって着替えて荷物を準備し、まあご飯を食べれる時はご飯を食べたりして、歯磨いて家出る。それだけ、それだけ。もうほんとダメ。初見剛さん、ありがとう。ね、私もね、ギリギリまで寝てます。顔洗う、顔は絶対洗う。朝10分でできるよ。髪の毛も最近正直してない。なんか前はアイロンとかしてたけど、してないの最近。メイクもしないし、だってメイクはレッスンの時とかはメイク、まあ、する日もあるけど、最近はマスクだからしてなくって、だからもうマスクつけて帽子かぶっていってます。最近ちょっと妹のね帽子を最近仮パクして使ってるんだけど、そう、これをねかぶって、こうやって朝こうやってかぶってマスクしていきます。こうやって、もうこうやって
ですよ。しかもなんか髪の毛別になんか帽子かぶったら寝癖とかも治るからいいんですよ。髪伸びたよ。そう、マスオさん雨の花ありがとう。まあ仮パクというか共同で使っておりますね。やっぱ兄弟なので服とかは共同に、うん、一緒に使ってます。注射みたいなのって何？ギザちゃんやって思って、うん違うって一瞬思ってしまった。え、どういうこと？いつ？今日のクワトロ？どこだろう。え、何の話？鍵穴？え、鍵穴今日は知ってないんだけど。2月2日、待ってます。マグルグちゃんさん、あ、初めに見た時ってこと。そういうことか。え、じゃあ伸びたってことか、やっぱね。え、みんな言うじゃん、髪の毛伸びた。今日ね、珍しくね、朝、あ、朝じゃないけど、あのレッスンの時に、あの髪の毛をね、くくったんですよね。珍しいって言われた。まあそれは珍しいよね、ゆらがくくったら。だってもともとくくれんかったのにってね。って感じです。今日はそんな一日でした。暗いね。じゃあ終わろうかな、そろそろ終わります。ね、今日ありがとうみんな。今日もお疲れ様。木曜日、明日は金曜日だからね、頑張ろう。平日最後、まあ休みじゃない人もおるかもしれんけど、土曜日休みじゃないしって人もおるかもしれんけど、おるかもしれんけど頑張りましょう。ではランキングを読めます。はい、13位、とよちゃんさん、12位、大村さん、11位、てっちゃんさん、10位、ガッチさん、9位、マックスたぬきさん、8位、マスオさん、7位、斉藤さん、6位、ハリュウさん、5位、赤いマフラーさん、4位、チョウちゃんさん、3位、ちまじろうさん、2位、むっちゃんさん、そして1位はドゥルルルッドン、ゆっきーさん、ありがとうございます。いけいけゴーゴー、いけゴーゴー、今日もゆきさま生きてるよ、ありがとうございます。では終わる、終わる、ありがとうみんな、また明日ね、おやすみ、バイバーイ、バイバーイ。